御前だ。よいか。はっ。まず顔や体に入れ墨して送り返し、炎症に恥をかかせてやるのだ。おい、よいか。準右系の敗軍を装って急いで関東に戻る。途中で敵の救援に出会った時は皆殺しにしろ。将軍、これ以上近づくと敵に見破られます。どこの者だ。準右京将軍配下の者です。早々にやられました。それ、武装へ急ぐのだ。正気覚悟しろ。よいか、正気の配下に扮して直ちに炎症のもとへ行け。そして伝えるのだ、曹操の軍勢を蹴散らし武装を奪還したと。はっ。や、関東へ急ごう。顔をよく見せてもらおうか。殿、その入れ墨は何かな。嘘で掘られたのです。なんとある。殿、申せ。嘘の酒好きと書いてあるのでございます。飲め飲め飲め、たっぷり飲ませてやる。誰か、はあ、酒樽に詰め込んで、こいつに思う存分酒を飲ませてやれ。殿、殿。申し上げます。申せ。殿、正気様からの使いが参り、曹操の軍勢を蹴散らし嘘を取り戻したと。そうか。では関東の方はどうなってる。お二人が必死で攻めておりますが、未だに勝負が。ならば関東に援軍を送るゆえ、必ず落とせと申し伝えろ。はっ。ねえ、詳しく申せ。長江様の言われた通り、両将軍とも関東を落とすことができず、曹操がもう背後に迫っております。長江と高蘭の二人は今どこにおるのだ。聞くところ、お二方は100余りの騎兵を率いて包囲を逃れ、行方知れず。もし戻れば殿にあなた様が攻められることになります。二人は死んでおらんな。よいか。はい。は、は、はい。関東の様子はどうだ。よくありません。よくないだと。
どういうことだ。曹操はやはり関東に大軍を残していたということか。何がおかしい。これはしたり、殿まだご存知じゃないのですか。ん、関東に敵の大軍などおりません。ただ長江と高蘭の二人に攻める気がないのです。なんだと。かねてより曹操に投降するつもり、力を出すはずがありません。なんということだ。大変です、大変です。何事だ。カフト様よりお二人にお伝えしろと言いつかりました。実は殿が手を抜いているお二人を、なんだと、見せしめに殺すと申されました。おい、わしらが手を抜いているだと。急ぎますので、私はこれにて失礼。どうぞお気をつけください。必死で戦っておるのに、どうしてこんな目に遭うんだ。殿よりのご使者です。殿のご命令です。お二人とも直ちにお戻りください。なぜ我らを呼び戻す。存じません。ん、私は存じません。知らぬ。コーランド殿。ああ、